いじめ防止対策推進法の改正を目指す議員による試案をめぐりいじめ被害に遭った高校3年の女子生徒や元小学校長らが会見を開き内容が不十分だとして改善を求めました。言葉によるいじめをを受けて高校を中退し 別の高校に入り直した高校3年の女子生徒は記者会見で事後対応よりも未然に防ぐ施策に重点を置くべきだと訴えましたいじめ防止に取り組む小学校の元校長は現在の試案では防止の効果はないとしていじめ対策担当教員を専任で配置することなどを盛り込むよう求めましたいじめ防止対策推進法の改正を目指す議員らによる試案をめぐっては いじめ被害者の遺族からも大幅な修正を求める意見書が出されています。